韩正确，中国不是韩籍。韩正确，中国不是韩籍。中国不是韩籍。内藤証券，中国株情報。皆さんこんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。この放送は東京日本橋兜町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から生放送でお送りしています。そして今日も内藤証券中国部長の村上哲也さんと一緒に番組を進めてまいります。村上さん、本日もお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。それでは早速、先週から今週にかけての中国株式市場の動きについて振り返ってまいりましょう。まず本土市場、上海総合指数です。先週火曜日8月4日の終値 3756.545 ポイントから、昨日11日の終値は 3927.908 ポイントへ 4.6% の上昇となりました。代わって香港のハンセン指数です。こちらは11日の終値 24,498.21 ポイントから、失礼いたしました、4日の終値 24,406.12 ポイントから、昨日11日の終値 24,498.21 ポイントへ、こちらも 0.4% の上昇となっています。先週から今週にかけての動きについて村上さん、解説をお願いいたします。はい、本土市場の方はですね、先週は、どちらかというと安値圏でのね、揉み合いだったんですけど、はい、週末からね、週明けにかけてはしっかりした動きと、から香港の方ですけども、こちらもですね、本土と同じような感じだったんですけども、こちらの方はね、ただほとんど横ばい、こんな感じですね、はい、でまず本土の方ですけれども、こちらが上海総合指数のチャートでありますけれどもね、先週ね、月曜日頭からいきますとね、ここですね、8月3日で、この日が40ポイント安ということでね、ここが3日続落ということだったんですね。で、4日の火曜日、ここでね、133ポイント高ということで、そこそこ反発したんですけども、ただその後5日の水曜61ポイント、6日木曜33ポイント安ということでね、ここでまた2日下がって、で7日の金曜が82ポイント高で、週明け月曜がここは184ポイント高ということでね、結構大きく上げましたと。でここで3900ポイントというところをね、回復してきたということですね、でただ昨日はね、0.5 ポイント高という、ほとんど動かなかったと、いうことです。はい、先週末あたりからこう緩やかに戻ってきている感じがしますね。ではその材料についてお願いいたします。はい、まず先週の月曜日なんですけどね、この日は40ポイント安ということで3日続落だったんですけど、PMI ですね、国家統計局が出している公式のやつと、それから旧 HSBC の PM2 つですね、でこれ両方週末から月曜日が出たんですけど、両方とも実はあまり良くなかったということでね、この辺が悪材料になって売られてしまったということですよね。はい、そして4日です、火曜日は133ポイント高で4日ぶりの上昇となって、ようやく下げ止まりましたね、こちら。そうですね、はい、4日の日はですね、3日続落していた後でね、でしかも株価的にも7月の上旬にね、急落したレベルまで下がってしまった、下がっていたということで、一つはやっぱり寝頃感がね、出てきたんで、その買いが入ったということと、材料的にはですね、インフラ建設を促進するということで、中国のですね、政策系の銀行で1兆元を超える規模の規制を計画しているというようなニュースが出て、それを材料に、インフラ関連が買われて、反発ということですね。はい、そしてその後水曜木曜です、こちらもまた2日連続の下落となってしまいました。そうですね、5日の日水曜日ですね、これは特にね、売られる材料があったわけではないんですけども、前の日にね、3% 超える上昇になってたんで、利益確定の売りが出たということだと思いますね。から6日の木曜日の日ですけども、これはね、河南、中華の方かなり南ですね、河南のところ地域の、一部の証券会社でですね、当局から大口顧客との、取引の資料を提出しろと、
まあ、そんな要請があったとかね、はい、いうニュースがあったり、あとはね不動産税、まあ、日本でいう固定資産税ですね、まあ、そのあたりが取り入れられるんじゃないかっていう話で、まあ、その辺が嫌気されたということですね。はい、分かりました。そして7日金曜日です。こちら82ポイント高と3日ぶりの上昇、そして週明け10日月曜日は184ポイントの大幅高となりました。雰囲気が少し変わってきましたね。そうですね、まあ、金曜日の日はですね、まあ、証券金融会社、これ、まあ、今一生懸命ね株価を買い支えているところなんですけど、はい、でそこがですね、まあ400億元規模のファンドをですね、5本設定している、まあ、そんな話が出てきたりね、はい、でそれプラス5兆元を目標にね、この証券金融会社が、まあ、一生懸命資金を集めているっていうのはニュースが出て、はい、まあ、このあたりが材料視されましたと。で週明けで月曜日ですけどもね、ここはね、まあ、政府のね株価維持策、まあ、PKOとか、あと国有企業の改革ですね。でこの辺りを材料に、まあ、買いが入ったということなんですけどね。で特にこの日はですね、大型の国有株、国有名株の銘柄ですね、はい、でそれがね軒並み買われたということなんですけどもね。で理由としてはね、海運会社、国有の海運会社、はい、でこれまあ2社、大手が2社あるんですけど、これのね傘下の上場企業が月曜から一斉にね売買停止になっちゃったということでね、で、はい、それを見てどうも海運業界を皮切りにですね、いろいろそういう、まあ、国有企業同士のね合併であるとか再編であるとか、まあ、そういったものが加速してくるんじゃないかという、まあ、推測なんですけどね、まあ、それで買いが入ったということなんですね、はい、で昨日もですね、まあ、途中までねそこそこ高かったんですけども、人民元の切り下げっていうね、はい、まあ、実質切り下げといいますか、まあ、そういう話が出てきたもんで、まあ、輸出関連のところはね一部、はい、上昇したんですけど、まあ、逆にお金が外に出ていってしまうんではないかみたいな警戒感も出て、はい、まあ、結局ね横ばいで終わったという感じですね。はい、では次に香港市場を移ってまいりましょう。こちらはいかがでしたでしょうか。はい、香港はですね、こちらがハンセン指数のチャートでありますけれども、まあ、ご覧の通りねほとんど横ばいで、まあ、あまり動きらしい動きはなかったねということで ね、まあ、週明けについても小動きで終わっているということですね。はい、はい、ではこちら材料には何がありましたでしょうか。こちらはですね、まあ、ニューヨーク市場ですね。でこれ、まあ、利上げへの警戒感等もあって7日の金曜日まで、先週の、ね、金曜日まで、はい、7日連続で、まあ、下げてましたということでね。でこれは香港市場にとってマイナス要因ということなんですけども、まあ、一方でね本土の方が今みたいにね下げ止まっていたので、まあ、それが下支えになって、まあ、2万4000ポイントの半ばぐらいのところでね、まあ、ほとんど動かずとこういうことですね。で週明け月曜日もねほとんど、まあ、動きなかったんですけども、まあ、ニューヨークが大幅高で、まあ、11日月曜日に発表された7月の金融統計、このあたりでね融資増加額が、あ、まあ、昨日ですね、はい、昨日発表された、ね、金融統計、かなり良かったということがあって、一旦ね銀行株とか買われたんですけども、その後人民元切り下げの話が出てきちゃって、まあ、結局、まあ、様子見気分が広がって小幅安と、まあ、そんな動きでありましたね。はい、分かりました。ここまでは本土市場そして香港市場の動きをまとめてお伝えいたしました。この後は知って得する情報コーナーです。内胆证券中国股市行情。知って得する情報コーナー、このコーナーでは週の話題や個別の業界企業などを取り上げています。さあ村上さん、今週の話題をお願いします。はい、今日はですね本土市場の方をね、とりあえず、まあ、落ち着きをまた取り戻してきたということなんですけども、はい、まあ、その後のね最近の出来高っていうか、まあ、売買金額の状況とかね、あとは信用取引残高の動きと、まあ、こういったそういったものについてですね、足元どんな状況になっているのかというところをちょっとお話したいと思います。はい、ではお願いいたします。はい、
まずですね、最近の、ね、売買金額の動きなんですけども、こちらのフリップを出していただいて、この、まあ、緑の、ね、ところが、まあ、毎日の日々の売買金額の動きなんですけども、これね、5月の終わりから、まあ、6月ぐらいのところで、ここで、まあ、ピークつけて、このあたりはまあ1日で2兆円とかね、はい、2兆円を超えるような売買金額、まあ、日本円にして40兆円ですね、うん、まあ、そういう金額があったんですけど、その後、まあ、株価がね、まあ、下がるのと同時というか、まあ、どちらが先かなんですけどね、まあ、出来高の方もね、随分減ってきていましてね、うん、まあ、最近見ていただくと、まあ、この辺で、まあ、もう1兆元をね、割り込むようなレベルまで、まあ、落ちてきていると、減ってきているということなんですね、はい、うん、で先週の水曜日8月5日の日なんですけど、7086億元まで、まあ、減少したということなんですね、はい、でこれ、まあ、売買金が減ってるのはね、やっぱり株価が下がっちゃって売買停止になる銘柄がかなり増えたということでね、はい、まあ、それもあるんですけども、まあ、やっぱりここに来てやっとその一時の、ね、過熱感というのは少し、まあ、なくなってきたという感じだと思いますね。でただ今週の月曜日、ね、さっき180数ポイント上がったと申し上げたんですけど、まあ、この時は、ね、売買金額1兆2000億円超えになってるんで、まあ、まだ、ね、そのエネルギーとしては残っているということですね。でも1兆元というと日本円で20兆円ということですよね、うん、減ったといってもかなりの額ですよね。そういうことですね、はい、それからですね、あと次にね、はい、信用買いの残高の状況、信用残の動きなんですけども、はい、これどうなってるかということでちょっとチェックしますとですね、はい、お願いします。こちらですね、これはやっぱり緑が信用買い残高の動きなんですけど、ピークがね6月18日、まあ、株価のピークにちょっと遅れたところなんですけど、全体で2兆2666億元あったわけですね、はい、でそれが、まあ、株価の急落とともにこれずっと減りましてね、一気に7月9日には1兆4380ということで、はい、この間に8300億元まあ、約4割弱ですね、うん、減ったんですね、まあ、一気に減ったんですけど、はい、ただその後ね、株価が少し戻ったこともあって、まあ、あんまり減らなくなっちゃってたんですが、うん、またここでね、足元こう1回株が下がりました。でここでまた少し減ってきてまして、直近が10日のまあ月曜日まで入ってるんですけど、1兆3372億円ということで、ピークからはね9300億円4割強の減少と。でまあ、今回の、ね、相場の起点になったのは大体去年の11月頃なんですけどね、でこの頃、まあ、残高は7、8000億元でしたんで、まあ、まだ、ね、そこまではいってないんですけども、一応、まあ徐々にではありますけどね、こういう信用改ざんも、まあ、減少に向かって、まあ、整理が少しずつついてきているということですね。はい、そして最後にこの話とは関係ないんですけれども、うん、はいはいはい、先ほどの話にもあった人民元の切り下げ、うん、これはどのように考えたらよろしいんでしょうか。東京市場もいろいろ影響を受けたみたいですからね。そうですね、はい、まあ、突然の発表ということでね、サプライズというかサプライズなんですけども、まあ、基本的には8日の日、先週の土曜日に発表された7月の輸出ですね、はい、でこれが 8.3% 減ったということで、まあ、このあたりが引き金になった可能性が、まあ、あるんじゃないかと思うんですね。でこれ輸出がね、これ以上落ち込んでいきますとね、まあ、全体の経済引いてはその政治の面でもね、うん、リスクになる可能性があるということで、まあ、したがってその、まあ、原安に動かすことで、まあ、輸出を下支えというのがやっぱり一つあるんだろうと思いますね、うん、であともう一つはですね、はい、まあ、ちょっとね難しい話になっちゃうんですけど、中国は今ですね、人民元をね、IMF 国際通貨基金の SDR、はい、特別引き出し券っていうのがあって、でそこにね人民元を入れてくれというふうに、うん、まあ、望んでるというかね、うん、そういう気があるんですね、で、まあ、今その審査みたいなことをやってるわけですけども、はい、先日その IMF からね、はい、要はドルに対して の, その、まあ、基準値といってね、これは毎日人民銀行が発表しているものなんですけど、それと実際の値段
とかね、かなり離れているっていうことを言われて、まあ、それがね、あの一つそのなかなか人民 SAR に住んだり入れない理由になっているような、まあ、そういう話が出てきていてね、だから、まあ、それを解消するということがあってね、はい、まあ、今回の措置に踏み切ったんだろうというのがあるんですね。だから、まあ、必ずしもその、まあ、あの小さい小さいって言ってますけど、まあ、結果的にはそうなってるんですけど、はい、まあ、あのはっきりと切り下げということは別に言ってないわけでね、ただその毎日のレートの算出の方法を少し変えますと、はい、そういう発言なんですね。で、まあ、そういうことで、ね、まあ、とりあえずはね、あの原油安の方に動いてるんですが、まあ、これはあの輸出をてこ入れするというね、はい、まあ、そういう面ではプラスということなんですけどもね、はい、ただ一方でね、あのやっぱりその原安、これから原安というふうに見られちゃうと、うん、どうしてもね、あの国内にある投資資金が海外に前に逃げてしまうとかね、まあ、そういうリスクもあるんで、まあ、そのあたりは一つ注意は必要であるということだと思います。はい、はい、そのような具体的な背景があったわけですね。わかりました、ありがとうございました。本日は本土市場の売買代金の動向と、人民元の切り下げに関してお話を伺いました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。村上さん、本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。